どうも皆さんこんにちは。オーダースーツ M2 ブランドの大野と申します。今回はですね、以前動画で新しく春夏のジャケットを、お仕立てしますという動画を撮らせていただいたんですけども、そのジャケットが仕上がりましたので、今回はそのジャケットを紹介させていただきたいと思います。それではですね、そのご紹介させていただくジャケットなんですけれども、今僕が着てるこちらのジャケットになります。以前はね、作る前だったので生地でご覧いただいてたと思うんですけれども、仕上がるとこんな感じです。ベージュのシアサッカー、凹凸がある生地ですね。そちらで作ったジャケットになります。まあ、やはりシアサッカーという凹凸がある素材なんで、まあ、その出っ張ってる部分が主にこの肌とかねに触れるわけになるんですけれども、そうなるとやっぱり触れる面積が少なくなるので、こう涼しさみたいなものはやっぱり少なからず感じますね。まあ、ラフなというか、あんまりこうベタベタしないっていう感じですかね。そういったものは感じます。それとこれも以前の動画でお話ししてるんですけども、トリアセテートという素材が、まあ、半分 52% なんですけど、まあ、それぐらい入った生地で今回お仕立てしてるんですね。で、まあ、トリアセテートという素材についてもちょっとご説明させていただいた動画がね以前あるんですけれども、その中で、まあ、トリアセテートってこう割かし軽い素材だというお話をしていたんですけども、まあ、それでねいざ作ってみて着てみて思うんですけど、軽いは軽いと思います。そんなにこう重苦しいっていう感じは別にしないです。ただなんかこう、あ、もう着てないぐらいだなとか、そこまでは別に言わないです。そんなに大げさなものでもないと思います。ただやっぱりこう重苦しいとか、こうあんまり暑苦しい感じっていうのは全然しないですね。これはね、そのトリアセテートという素材だけではなく、このシアサッカーっていうこの生地のね質感もあってのほどなんだとは思うんですけれども、一応感想としてはそんなところですね。で、あとデザインなんですけれども、これもね以前の動画でお話しさせていただいてますが、まあ、一番特徴的なのはここですね。代表的なクールビズジャケット仕様というね、裏地がほとんどない、本当にクールビズという名の通り、もう夏場メインの仕様にしてます。やっぱりこうすることによって、まあ、涼しさとかその軽さっていうのもより一層増しますよね。まあ、これが一番代表的なこのジャケットのデザインかなと思います。あとはね、クールビズジャケット仕様にすると、まあ、自然にこうなるんですけど、ここですね、腰のポケットはアウトポケット、外付けの、まあ、やっぱりカジュアルらしいですね、こうした方が。あとはここですね、ちょっとねこのカメラでは見えないと思うんですけど、ここのね胸のダーツというものがないので、それによって今ね止めた状態で見ていただいてるんですけど、ここのダーツがあるないでは同じサイズでもちょっと見え方が変わるんですよね。シルエットといいますか、ダーツがないとダーツがあるものに比べてちょっとこうボックスシルエットになるんですね。こうあんまりくびれがない感じになるといいますか、まあ、これはねもともと僕のサイズ自体がそんなにこうグッと絞り込んでないっていうのも多少あるんですけど、やっぱりダーツがあると例えば同じサイズでももうちょっとこうくびれたように見えるようになるものなんで、まあ、やっぱりそれのあるなし、まあ、今回はねない仕様なんで、まあ、それによってまああんまり前飛べることも多分ないと思うんで、まあ、よりねボックス型というかこうラフな感じでね、あんまりこうかしこまってスリムにバシッと決めるみたいな感じのイメージではないので、ここもねダーツなくしてゆったりとした雰囲気のジャケットに今回はしました。あとはねボタンとかもそうなんですけど、まあ、正直ボタンはもうちょっと濃いのにしようかなとも正直迷ったんですが、まあこれからのね本当に夏場のものなんで、あんまりこう別にビジネススーツでもないんでね、あんまりこう濃いボタンでちゃんと全体を引き締めた印象にしないといけないっていうものでもないかなと、もう全体的に淡いのでいって、まあ、ラフな印象でいってみるのも一つかなと思って、ボタンもねどちらかというとちょっと淡めのものをチョイスしました。意外とねこういうジャケット、まあ初めてのトリアセテートという素材が入った生地で今回ジャケット作りましたけど、まあ、全然悪くないなと、まあ、こっからまだね長いこと着ていって、まあ、どういう風になっていくか、まあ、馴染んでいってどういう風になっていくかというのもあるんですけど、まあ、今着てる段階ではすごく着心地はいいものだなと感じましたね。
まあ、これをねご参考にしていただいて、ちょっと取り合わせ程度が入ったジャケット生地とかそういったものにも、ちょっと目を向けていっていただけたら、まあ、こうやってね僕がお仕立てしてご紹介させていただいた意味もあるかなと思いますんで、また各 M2 プラントのね店舗の方でよかったらご覧いただけたらなと思います。ということでですね、今回は僕がこの春夏用に新しくお仕立てしたジャケットをご紹介させていただきました。この動画が参考になった方はチャンネル登録、そして高評価をよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。